っと、ここでカットした。小柏アンデルソン・ロペスシュートを放った。ランゲラック、今みたいなところで前田のところですけど、ミスが起きるとアンデルソン・ロペスでシュートまで来ましたけどね、まあ、奪ってから、まあ、2対2になって仕掛けながらアンデルソン・ロペスで左足で収めて最後シュートまで、後ろの札幌のボール回しに対して少し顔を上げる時間が長いと今みたいなプレーで出てくると思います。なるほど。このルーカス・フェルナンデス、ランゲラック止めた。少しうん、壁に当たってランゲラック、ここもポストに当たりながら止めました。ランゲラックです。さあチャラディップ、ムレーを落として浮かしてアンデルソン・ロペスシュート、ランゲラック止めた。ナイスキーパー。右サイドうまく剥がされてボランチ引っ張り出されて、最終的には中谷が引っ張られた背後のところにうまくアンデルソン・ロペスが入ってシュートまで行きましたね。はい、ここですね。まあ、でも宮原もまあしっかりまあカバーリング入ってたんでね、はい、まあ、アンデルソン・ロペスは強いシュートは打てなかったので失点にはなりませんでしたけど、まあ、少しいいところでどんな振る舞いを見せるかっていうのは間違いなく必要になってくるんで、そういう中